皆さんこんにちは税理士の大畑智博と申します本日は事業承継税制における認定支援機関の役割についてご説明をいたしますでまずテキストの始めにをご覧ください基本的に認定支援機関の役割としましては中小企業顧問先に持つま認定支援機関が特例制度今回 10年間の特例措置として新たに創設された事業承継税制の特例制度をどのように理解しこの先にどのように伝えさらにはこの特例を踏まえてどのようなアドバイスを行うべきかというところについてご説明をいたしますではですね5つの項目についての表をご覧くださいこちらの5つの項目ですが 認定支援機関がが行うべき役割について記載がありますまず1つ目としては、認定支援機関というところで、税理士も認定支援機関として登録されているというところだと思いますが、株価計算というのがあります。で特にこの株価計算の内容については、本校では記載がございません。で、2番目として、後継者候補の確認作業と。 いうものがあります認定支援機関として後継者候補を確認するというのも一つの役割になるというふうに思います。で続いて3つ目になりますがこちらが今回の研修の中でメインとなるところになりますが会社に対する特例制度の特徴内容の説明でそして留意点の説明というところで事業承継税制 の適用にあたってどのような部分に注意をしなきゃいけないかというところをご説明をいたします。でこちらについては事例を用いて内容,に内容を確認させていただきますで。4つ目として事業承継税制を適用するための要件の確認になります。でこちらについては、まあ諸々 要件のポイントとしては3つありますが上げる側の要件、まあ、株を贈与する者の,の要件そしてもらう側の要件で会社の要件もろもろあると思います。でその中でこちらのテキストでは会社いわゆる事業承継を行う対象となる会社の要件というところ特に注意すべき点についてご説明をいたします。で5つ目として 認定支援機関は事業承継税制を行うにあたってスケジュール表というものを作成してですねどのタイミングでどのような申請書の提出もしくは申告書の提出が必要かというところの確認をしていく必要があるとそちらについてはテキストでスケジュール表の方を作成してありますのでご確認いただけると思います。 でではですね、えっと、具体的に内容に入っていきますが1番目ですね会社に対する特例制度留意点の説明とで、えっと、こちらの「承継パターンの累計という表をご覧ください今回テキストで載せている内容としましては承継パターンの累計全部で6項目について載せておりますでまず1番目として 唯一の贈与者等から唯一の受贈者等に承継されるパターン一番オーソドックスなパターンになると思いますが一人の贈与者先代経営者から一人の後継者に承継されるパターンをまず1番目でご説明いたします。番目としして複数のの親族等に分散した株式を1名の 後継者に承継集約するパターンをご説明します。で今回の事業承継税制の特例のポイントとして、複数の贈与者から複数の後継者に承継できるというところが大きな特徴としてありますが、こちらの2番目については、上げる方が複数いるパターンという形でご説明をいたします。で3番目として 親族外承継が連続する場合の承継パターンと基本的に株の承継、まあ、ほとんどがですね親族内というパターンが多いとは思うんですが親族外例えば会社の従業員こちらの従業員を役員としてその後会社を承継してもらうというパターンもあると思いますので。 それが3番目のパターンとししてご説明をいたしますで4番目として筆頭株主が持ち株会社等の先代経営者以外のものである場合の承継パターンと例えば株の対策がもうすでに行われててですね、えーまあ、事業承継を行うにあたって上げる側の贈与者がですね基本的に、えーまあ、筆頭株主というところがまあ要件になります。ただ もし仮に仙台経営者以外のものが筆頭株主例えば持ち株会社等が筆頭株主である場合どのように要件を満たしていくかというのが一つポイントになると思いますのでそちらが4番目の例としてご説明をしていく形になります。で5番目としましては複数の贈与者から複数の受贈者。まあ、先ほどの2番目につきましては 複数の贈与者から唯一の後継者というパターンでしたが5番目のケースとしまして複複数数のの贈贈与者者から複数の受者といいうパターンを確認いたしますで6番目として仙台経営者の配偶者例えば仙台経営者はもうなくなっていると。で株式について配偶者の税額軽減等を利用して配偶者が株を取得していると。 そのようなケース配偶者が持っている株を後継者が取得するパターンというのを6番目でご説明をいたしますでは早速ですね1番目のパターンから確認をします1番目親族図表の方をご覧いただきたいんですが唯一の贈与者等から唯一の受贈者等に代々承継されるパターン を確認いたしますで親族図表の内容をご覧いただきますとまず父親が初代の経営者として株式を有していましたとで続いて親族図表の父母のその下ですけども長男が2代目として株式を承継しますとで続いて長男2代,目2代目から長男の子ども 3代目のの長男の子どもが株式を承継していくパターンということになりますでこのようなパターンが一番、えーまあ、オーソドックスなパターンになりますがその場合の留意点としてどのようなものがあるかとまずですね今回事業承継税制の特例としてポイントとなるのは基本的に10年間の特例措置と。 平成39年12月までの贈与相続について適用されるというものになります。よってこのように父親から親族費用のようにですね父親から長男そして長男からさらに長男の子どもと株が承継されるパターンとしては期間が長くなるケースが想定されますと。その場合ですね 39年12月までに例えばこの長男から長男の子どもの贈与等が完了するという場合については問題ないんですが父親から長男は39年12月まで,で長男から長男の子どもは39年12月を超えて承継というパターンが想定できます。 でその場合につきましては基本的に長男から長男の子どもへの承継については事業承継税制の特例が適用されず基本的に原則に戻るということが想定されます。よってその場合についての対策をどのように考えるかと。さらにには、えー、顧問先に 認定支援機関ととしててどのよううなななな内容を伝えなくてはいけないかといけか形になりますではですね親族図表の下に時系列図というものがありますのでこちらをご覧ください基本的に先ほど申し上げたとおり初代から父親から長男に贈与がされますというパターンの時は特例が適用されるとこの時系列図を見ていただくと初代から2代目 についてはまで、今回の事業承継税制の特例の適用を受けて贈与税が猶予になりますと措置法7 0 7 5以項の適用がされるとでその後贈与者である父親が死亡しますと相続が発生しますとその場合につきましては3番目として 猶予されていた贈与税が免除になります。七十の七の五十一項の適用とで贈与税が免除になり、四番目として贈与により取得した株式が相続により取得したとみなされて、その次五番目として相続税の猶予が適用されます。でここまでは基本的に事業承継税制の特例の適用の範囲内と。 いう形になりますで続いてその後ですね2代目の長男から長男の子ども3代目に承継される時、まあ、このタイミングがです、ね、時系列図の図解にありますとおり平成39年12月31日を超えて仮に2代目の相続が発生しましたと。その場合につきましては え時系列の6のところになりますが相続税の猶予という形になります。ただこの相続税の猶予というところについてはですね基本的にまあ特例の適用がされないといわゆる70の7の2特例ではなくて原則の猶予に戻るということが想定されます。この原則 に戻ってしまうううとととどういうここが起こるかと基本的に事業承継税制の特例につきましては全株について100%の猶予というところが今回の特例の内容になりますが原則の場合については株式全株についての猶予ではなくて3分の2について猶予が適用されると。 いう形になりますなので例えば父親から長男長男から長男の子どもと株式を全株100%承継するというパターンでは長男から長男の子どもに行く場合について原則に戻った場合ですね3分の2だけが適用になってしまうと。よってその次の図表贈与等推移というところを見ていただくと 株式のの移動の内容がわかります父親から長男については100%株式が承継されます。で贈与等推移の図表のですね真ん中のようですね長男2代目から長男の子ども3代目マイナス100%そして長男の子どもがプラス100%となっておりますがこちらの承継については原則 の適用になってしまう可能性があるとなので株式を100%全株承継したとしても適用になるのは3分の2にとどまるという可能性があるという形になります。なので、えー、認定支援機関として顧問先に対してですねその部分をしっかり説明をしておかなくてはいけないと。全株式の承継というところが、えー 行われる場合において平成39年12末を超える相続については基本的に100%の猶予ではなくて3分の2の株式についての猶予が実行されるとでさらには原則に戻った場合ですね発行済み株式総数の3分の2のうち80%にかかる部分だけが猶予の対象になりますと。なのでまあ 対策としましてその次の図表贈与等推移見ていただくと67%持ち株比率というふうに書いてありますが67%いわゆる3分の2の猶予をもともと想定してですね株式を承継をしていくと。なので67%の株式の贈与相続というところだけを 猶予の対象として考えるということも一つアドバイスとして言えることじゃないかと。なのでもともと3分の1については例えばですが子どもが出資している会社もしくは持ち株会社がずっと保有し続けるとでそれ以外の3分の2の株式について猶予の適用を受け続けるという形も想定として 考えられるということになります。はい、えどれそれではですね続いて二番目のケースになります。二番目のケースとして複数の親族等に分散した株式を後継者に集約するパターン。まあ今回の事業承継税制の特例の一つ大きなポイントとして散らばった株式を唯一の後継者 に集約できると今までは唯一の仙台経営者から唯一の後継者というものが原則でしたが今回の事業承継税制の特例では複数の贈与者例えば後継者から見ておじやおばが持っている株式を今回の事業承継税制特例で集めることができるという形になります。では親族図表をご覧ください 今回のケースでは父親が先代経営者になっていますで株を所有している者として母親そして父親の弟父親の妹さらには第三者が持っている株式を長男に承継していくという形になります。で事業承継税制の特例複数の,後継者複数の贈与者から長男が株を 贈与を受けて猶予を受けるということが可能になるんですが要件としてまず父親から先代経営者から長男が株式の贈与を受けると後継者が贈与を受けるとでこの親族図表に載っているこの実践の部分になりますがまず第一種特例贈与を受けるということが 複数の贈与者から株式を承継を受けるの承継を受ける要件になりますなので親族図表のその下のところですが先発贈与というふうに記載しています第一種特例贈与をままず実行しますとそして点線の部分ですね第二種特例贈与後発の贈与を行いますと後発の贈与としては母親そして父親の弟 父親の妹第三者から第二種の贈与を受けるとまずポイントとしては順序をしっかり守るとということです例えば父親からの先発贈与を行わずに先に母親や父親の弟父親の妹そして第三者から株式を贈与されたとその場合については今回の事業承継税制の特例の適用は 受けられなないいという形になります要件として、えー、事業承継税制の特例の適用の要件として第1種特例贈与がまず先行した贈与になるとで後発の贈与として第2種特例贈与を行うというものが要件になりますのでその部分が注意点になります。ではその下の図表贈与等推移というところをご覧ください。 こちらの表では持ち株割合そして移動の状況が確認できます。父親が35%持っていますと、で長男がもと元々25%株式を所有していますと、でそれ以外に母親、父親の弟、父親の妹で第三者が10%ずつ株式を所有していますと。で先ほど申し上げた通り第一種特例贈与 父親からの贈与を最初に行います先発贈与ですなので父親の業になりますが35%が減って長男が35%を所有するという形になりますで続いて第二種特例贈与として母親以下3名ですね10%ずつ持っている株式をすべて 後継者である長男に贈与を行いますとでその結果長男は全株式を取得する形になりますと。で、まあ、今回のこのパターンでいきますと先代、えー、経営者だけではなく、えー、おじやおばそして第三者から贈与を受けていると。でこの場合このような事業承継のパターンになった場合の注意点 をご説明いたしますでこちらの場合の注意点につきましては、えーまあ、もう一度ちょっと親族図表をご覧いただきますといわゆる父親母親だけでなく父の弟父の妹そして第三者から贈与を受けていると。で、まあ、そのパターンの場合どういうところが注意点かと。 言いますと、テキストにもある通り、遺留分の問題というのが発生します。例えばですね、父の弟、父の妹、そして第三者、当然相続人がおります。で、その相続人はまあ本来、父の弟や父の妹、そして第三者が持っている株式をその相続人が本来であれば取得すべきものであったと。ただ、えー、今回ですね。 基本的にこの事業承継税制の特例の適用というところに基づいて株式が生前贈与されているという形になります。でその場合例えば父の弟の子どもが相続によって父の弟から財産を取得しましたと。でその場合においてはその株式生前に行われた株式の贈与について 異流分のの請求の対象になる可能性があり私はそれ以外の父の妹第三者についても同様です。でさらには父親母親から長男が株式を生前贈与を受けていますが親族図表をご覧いただきますと長男以外に次男がおりますと。で父親に相続が発生した場合この次男については生前の 今回の事業承継税制の特例の適用した株式の贈与について遺留分の請求を行う可能性があると。でさらには母親から長男が株式を取得しましたと。で母親の相続の時に同様に次男が長男に対して遺留分の減災請求をする可能性がありますと。まあ、このように事業承継税制 にについては生前株式が移動されるとでその結果相続の時にそれぞれの贈与者の相続人から遺留分の請求を受ける可能性が十分想定できるという形になります。で、まあ、その場合の一つ対策としてどのようなことがあるかとテキストの方に記載がありますが。 除外合意そして固定合意と、まあ、円滑化法4条に規定されている内容になりますが対策としてそのようなものがあります。で内容、まあ、どういうものかとまず除外合意になりますが贈与または当特定受贈者からの相続依存もしくは贈与により取得した株式の全部一部について その価格を異流分を算定するためのの取得財産の価格に算入しなまあこれが除外合意の内容になります。で生前中にこの除外合意をですね例えば父親から贈与を受けるもしくは母親から贈与を受けるとでその場合について次男も含めたところで相続人の全員の合意を受けとくと。 除外合意の適用をしと,くと、まあ、そうなると先ほど申し上げた遺留分の問題に対しての解決は図れるという形になります。で一、えー、つテキストにも記載をしていますが注意点として、えー、この遺留分の計算というのは贈与時点の株価ではなくて相続時点の株価を 元として異流分原産請求の金額が算定されますなのでその部分が一つ注意点というところとあとはですね、まあ、民法の規定テキストの方にも書いてありますが旧民法ともう一つ改正民法というものがあります。で従来の、まあ、現在施行されている民法については ね、1030条の規定を見ていただくと贈与は相続開始前の1年間にしたものに限り前条の規定によりその価格を算入するといわゆる遺留分計算基礎については相続開始前1年間にしたものに限りとただこちらはですね相続人以外の、えー、まあ 贈与があった場合の期間になりえす相続人に贈与があった場合については基本的に1年ではなくて最高裁判例に基づいて相当期間過去に贈与を受けた内容であっても基本的に無制限に生前の贈与は遺留分算定基礎に参入されるという形になります。でそれがですね、えー テキストにあります改正民法を見ていただくと1044条ですねアンダーラインの部分になりますが相続改始前の1年間にしたものに限り前条の規定によりその価格を算入するとこの部分については旧民法と変更はないんですけども1044条の3項のところを見ていただくとアンダーラインの部分ですね 相続人に対する贈与については第1項の規定の適用について同行中1年とあるのは10年という形で民法が改正されます。よって現在実務で相続人に対する贈与は相当期間確保のものについてすなわち無制限に遺留分算定基礎に参入されていたものが改正民法 平成31年7月13日施行の予定になりますがこちら以降はですねなので先ほどの親族図表父親もしくはそれ以外のものからの贈与についてこの改正民法の内容を考慮していわゆる 早めの贈与を実行することで流分算定基礎に参入されない形を作るというのも一つ対策として言えることかなというふうに考えます。はい、では続いてですね、えー、と事例の3に移ります。親族外象刑が連続する場合という形を見ていきます。で親族外が連続するパターン 親族図表を見ていただきますと今回はですね初代の経営者から2代目経営者そして3代目経営者と実践で矢印が出ていますが親族外で承継が行われるというパターンになりますすなわち初代の経営者と2代目の経営者というのは親族外でさらには2代目経営者と3代目経営者 まあ候補と書いてありますがこちらについても2代目と3代目は親族の関係にはないというパターンになります。でこの場合の注意点という形になるんですが、えー、続いてですね株式の推移贈与等推移の表をご覧いただきますと、えー、まあ先ほど1番目の事例でご説明したとおり、えー、基本的に 株の承継が長期にわたるという場合については事業承継税制の特例が39年12末までの贈与相続が対象になるというところでもう最初から株式の承継の内容を3分の2株,株式の数を3分の2の承継にとどめているという内容になっています。なので先代経営者が67 表にあるとおり持ち株会社や例えば少数株主で33%所有しているというパターンになります。で第1種特例贈与で67%が2代目経営者に承継されますと。で続いて2代目経営者から3代目経営者候補に3代目経営者に67%が承継されていくと。 で2代目から3代目については、えー、基本的に事業承継税制の特例ではなくて、まあ、原則になっている可能性が高いというところで、えーまあ、3分の2のににととどめているといるう形になりますでこの親族外承継が連続するパターンの、えー、注意点という形になりますが、えー、まずですね、えー、時系列ちょっとご覧いただくと。 先ほど申し上げたとおり39年12末を超えたパターンというところが想定されるのでこの部分を顧問先に説明しておくというのがまず1点ですで、続いて2代目の相続時の問題というところになりますで、えー、ともう一度先ほどの親族図表を見ていただくと初代経営者から2代目経営者 の株式の承継については贈与によって株の承継が行われます。で、その後二代目経営者が株式を所有している状態になると、で、二代目経営者が、えー、まあ代表をずっと務めて長年代表を務めた後で三代目経営者に株式を贈与するという形が実行できれば、まあ一番あの問題ないパターンになるんですが。 2代目相続時の問題という形でもし仮にこの親族図表の2代目経営者がですねえまあ事故等で相続が発生してしまった場合どういうことが想定できるかと基本的に親族外証系のパターンで来ておりますのでえまあ本来であれば2代目経営者からまた従業員から役員の候補を見つけて で続いて親族外の3代目に承継をしていくとそれがですねその承継が行われる前に例えば2代目経営者に相続が発生した場合どういうことになってしまうかとその場合遺言書がなければ2代目経営者の相続人親族図表でいうと妻子どもが株式を承継していく形になります。 でその場合につきまして当然この妻や子どもは会社に関係していないということが前提になりますのでいわゆる代表者要件等を満たさない形になると。で相続で取得した株式今回のケースでいうと67%の株式になりますがそちらにつきましては株式の証券、まあ、について猶予が受けられないと。 いう形になりますでその結果、えーまあ、不意な事故で2代目が相続起きた場合についてはその相続人である妻や子どもに対して、えー、多額の相続税が発生する可能性があると。ではその場合の対策として何が必要かとまず先ほどちょっと申し上げましたが遺言書を書いておくという話になります。 基本的に2代目経営者が株式を取得しましまで続いて3代目経営者に株式を、まあ、本来であればしかるべきタイミングで贈与という形になりますがまあ不意の事故で相続が発生した場合に備えて遺言書を書いておくと。で次の3代目の候補者が決まっていれば当然遺言書にその3代目の、えー まあ氏名を記載していいいくととう形になると思いますがもし決まっていない場合については現状候補となりうる者を遺言書で記載していくと。でテキストにもあ,のありますが留意点の2のところですね3代目が確定していない段階では候補者を指定しておくと。でその場合の注意点として2代目経営者が60歳未満 の場合を除いて3代目経営者は株式を取得して猶予の適用を受ける要件として役員に就任しているという必要がありますので2代目経営者が60歳以上というところが想定される場合は役員のものを株式の取得者として指定をするという形になります。はい であと注意点としましては2代目経営者から3代目経営者候補に株式移動していくという形になるんですが先ほどの事例2のケースについても同様になりますが贈与者が死亡した場合どういう手続きが必要になるかと基本的に今回の親族外証券についてもそうなんですが。 2代目経営者が死亡した場合について基本的に妻や子どもが相続で取得していくという財産が当然あるわけです。で3代目経営者について例えば生前に贈与が行われてましたと。で贈与者が死亡した場合については3代目経営者候補は株式を相続によって取得したものとみなされますと。 なので2代目経営者が贈与によって3代目に株式を承継している状態で2代目が相続活性した場合相続税申告が3代目経営者には必要になってるくると株を贈与によって取得しているにもかかわらず相続によって取得したとみなされるので、まあ、この親族図表でいう妻や子どもと一緒に 3代目経営者候補が経営者がですね相続税申告をしていかなくてはいけないとその部分が、えー、注意点という形になります先ほどの2番目の、えー、複数贈与者から株式を承継、えー、するケースも同様になりますが、えー、基本的に相続が発生した場合贈与者が贈与者に相続が発生した場合は、えー、相続税申告が必要になるとなので その旨をですね、贈与者の相続人にしっかり伝えておくということが、株式を承継したものについては必要になってくると、そこが一つ、留意点になりますそれでは続きまして、4番目の事例ですね、筆頭株主が持ち株会社等の仙台経営者以外のものである場合の承継パターンについて見ていきます。ではです、ね、親族図表をご覧ください 今回のケースにつきましては父親が先代経営者ですとで長男が後継者になっておりますで今回の承継パターン父親から株式を承継しで母親から株式を承継するというパターンになるんですが問題として持株会社親族図表の右側にありますが持株会社が筆頭株主であるというパターンを見ていきます ではですね図表の贈与等推投資ご覧くださいこちら持株比率見ていただくと父親が35％そして持株会社が45％となので筆頭株主は父親ではなく持株会社という形になっていますではですねこのパターンの時 持ち株会社が筆頭株主である場合については基本的に猶予の適用は受けれないという形になります。なので持ち株会社の株式を父親に承継していくということが必要になります。いわゆる筆頭株主要件を満たすために要件を整えるという形になります。でその場合 まあ今回事例のケースで見ていただきますと持ち株会社の持っている株式を父親に取得させるとで5%移動することで父親は筆頭株主に該当しますで父親が筆頭株主に該当した状態で続いて第一種特例贈与ですね父親から長男に株式が移動されると。 この図表の贈与等推移を見ていただくとマイナス40%そして長男にプラス40%という形になります。で要件がまあヒット株主からの贈与という形で特例の適用を受けた上で続いて母親から長男が株式の承継を受けるという形になります。このの場合の留意点としてテキスト 留意点ございますが株式が父親持株会社から父親に移動する形になりますじゃあどのように移動するかといわゆる筆頭株主である持株会社から父親が株式を買い取るという形になりますで、買い取る場合の価格についてなんですが留意点の1行目にある通り法人税基本通達 9×1×14 すなわち障害者方式によって計算された株価で買い取るというところが重要になります。いわゆる類似50純資産50の価格でで買いい取るという形です法人から個人が株式を譲渡によって譲り受けるという場合の価格について注意が必要ですと。でですね えっと、テキストの方では参考で同族会社等の行為または計算の否認等といわゆる同族会社の行為否認規定について載っていますがこちらですね株式を買い取るということは父親が持っているまあお金が基本的に株を買い取ることで株式に変わるわけです。でその株式を贈、えーまあ、与 もしくは相続で承継して猶予の適用を受けるとでそうなるとどうなるかとお金で承継した場合については、まあ、当然相続税増税増が長男にかかるわけですそれが株に代わって承継されるということで、えーまあ、猶予の対象になる結果的に税金が免除されることになると。でその行為を 相続直前で行う場合ですね計画的に事業承継の中で株式の承継ということであれば問題ないんですけども例えば亡くなる直前でお金が株に変わって相続税が軽減されるというようなところがこの64条の規定に引っかからないというところを確認しなくてはいけないと。なので 計画的にしっかりとまあこのような持ち株会社から株式を買い取るときはです、ね、贈与の計画を立てて行うということが必要になると思われますでは続いて事例の5番目確認をします複数の贈与者から複数の受贈者に承継するパターンになりますでは親族図表をご覧ください今回のケースについてはですね 複数の贈与者まあ先ほどまででやったケースですがから複数の後継者親族図表でいうと長男次男という形になっていますに株式が承継されるパターンでこの場合についてはえまあ複数の贈与者から複数の後継者というところで注意しなくてはいけない点がまあ複数ありますという形になります。 でではですね親族図表の下の、えー、贈与等推移の表をご覧くださいでこちらになりますが父親がまず筆頭株主で60%持っているとでその60%の株式を長男次男が30%ずつ取得しますとで続いて母親そして父親の弟から長男次男がそれぞれ20%ずつ株式を承継しますと。 で最終的に長男次男まあそれぞれ代表であるということが要件になりますが50ずつ所有をすする形になりますとでこのような承継パターンの時にどのような注意点が必要かともう一度親族随法の方をご覧いただきますと複数の後継者長男次男が取得していると。 でこの複数の後継者が認められるパターンというのはあくまで事業承継税制の特例いわゆる70条の7の5もしくは7の6の適用に限られたことなんですね。すなわち原則70の7もしくは70の7の2については複数の後継者は基本的に認めてないと。 よってテキストの方にも書いてあるんですが「えー、複数の後継者のパターンというのは基本的に39年12末までの相続贈与のみについて適用なんです」と。よってこのまま親族図表にあるとおり長男次男が取得してさらにその下の代に行くというパターンが原則では基本的に 認められないといとう形になるんです、ね、なのでその次の親族図表贈与等推移の次にあります親族図表をご覧いただきますでしょうか。でこちらの親族図表を見ていただけくとですね長男次男からさらに長男の子そして次男の子に株式が移動できるかどうかという話になります。 で長男次男はそれぞれ代表権がありましたで特例の適用では複数の後継者が認められてましたただ特例の適用がなくなる原則では長男の子そして次男の子がそれぞれ代表で株式の猶予を受けるということができなくなってしまうんですねそのためこちらの親族図表にある通り最終的には長男の子 次男、まあの子でも構わないんですが1人の後継者に株式を集約していかなくてはいいいけなないなという形になりますなので特例の適用の範囲内では複数後継者が OK だったんですがその下の台に降りるタイミングが39年12末を超える場合には1人に絞らなくてはいけないと。よって、えー、この対策の中でですね まあ認定支援機関の役割として複数後継者は OK なんだけど最終的には1人に絞らなくてはいけない可能性が出てくるということも役割としてこの先にに伝えるるととということが必要になってくると思いますではですね、まあ、1人の後継者に絞っていくと、まあ、この親族図表を見ていただくと例えば次男の子には株式を 子男を渡さずに長男の子供に株式を承継させていくと。で、この実践の部分が第一種、えー、贈与になりますと。で、特例後であったとしても、えー、後継者は一人に絞なくて絞らなくてはいけないんですが、上げる側、えー、贈与者については複数後、えー、複数贈与者はオッケーなんですね。なので。 例えばですが次男が生前に長男の子に贈与する前に次男に相続が発生してしまったという場合については一旦まあテキストにも書いてありますが相続で次男の妻配偶者に株式を移動させた上で次男の妻から長男の子どもに株式を承継していくというパターンも考えられます。ただその場合については 長男から代表権のある長男から長男の子がいわゆる第一種贈与先代経営者からの先発贈与を受けた後で次男の妻から後発贈与すなわち第二種贈与を受けていく必要はあるんだとそこが留意点になりますはいではですねえと続いてちょっと例題になりますがえとこちらはですね株式の事業承継とは 関係ない部分ですが、遺言書の必要性というところで一つ確認をしていきます。で、この親族図表例題の親族図表を見ていただくと、父親が六百株持っていると。で、後継者である長男が四百株持っていますと。で、長男以外に次男、三男がおりますと。で、父親は遺言書を書かないで亡くなりましたと。で、遺言書がないために。 この父親が所有している600株は遺産分割協議になりますとただ協議が不調に終わり未確定でしたとでその場合に議決権の行使についてどのようなことに注意をしなきゃいけないかもしくはどのようなこの600株については基本的にテキストの参考会社法の条文そして民法の条文 記載してありますが基本的にこの600株は分割が整わない場合についてはですねでその共有になった株式は過半数をもっていわゆる民法252条になりますが共有物の管理に関する事項は共有者の持ち分の価格に従いその過半数で決すると。 あるんですね、よって例えば長男次男三男の共有状態で次男三男が、えー、例えばまあ合意をしてですね長男対次男三男という形になったら3分の2いわゆる次男三男で過半数を占めることができるこの600株のコントロールは次男三男にされてしまうという形になるんですね。そうするとと長男が400株持ってていたとしても 過半数を次男・男三でコントロールが可能になってしまうと。よって従前400株を所有してた長男については過半数を満たない株式しか所有してないという形になるので長男が後継者として会社をコントロールできなくなる可能性があるとその部分が一点注意点としてあります。 まあ今回のこのケースは事業承継税制とは関わらない部分なんですが、なので遺言書が必要だという具体例になります。では続いて最後のケースですね。六番目のケース、先代経営者の配偶者（括弧代表権なし）が所有する株式の承継パターンについて見ていきます。ではですね、親族図表をご覧ください。え今回はもうすでに 先代経営者初代の経営者父親が死亡している状態ですとでその父親が相続の時に配偶者の税額軽減を受けて例えば母親が株式を所有しているという状態でその代表権ない母親が例えばその株式を後継者に承継をしていく。 基本的に代表権がないので第一種贈与の要件は満たしてない形になりますじゃあこのような、えー、いわゆる承継漏れの株式をどのように承継していくかというのが今回の事例になりますではですね図表の贈与等推移を見ていただくとこちらの表のですね母親を持っている30%の株式こちらについてはまず 長男から2代目経営者から長男の子ども3代目経営者に最初に第一種贈与を行うとでこの第一種贈与を行えば複数贈与者から長男の子どもが贈与を受けて特例の適用を受けることができるので第二種特例贈与を使って母親が持っている株式を長男の子ども母親から取ってみると孫に 特例の適用を受けて贈与をすることができるとなので選発贈与を絡めることでここの親族図表でいう母親が持っている代表権がない母親の株式を移動することが可能ですよと、まあ、この事例6のケースでは代表権がない株,式株主の株式の移動の方法というところのご説明になります。 それではですね、ついて認定支援機関の役割として事業承継税制の要件についてのクライアント顧問先への説明というところについてお話をしていきます。でもろもろ要件というのがあります。贈与者の要件、もらう側の要件、自贈者の要件、そして会社の要件。でその中の会社の要件の中のさらに注意すべき点についてですね、今回はピックアップして。 お話をしたいと思いますで、それがテキストの方の条文措置を772項8号の資産保有型会社及び資産運用型会社の意義というところになります基本的に親族外従業員が5名未満である場合で事業実態要件を満たさない場合については 資産保有型会社に評価会社いわゆる承継する会社の株会社がですね該当してしまうと事業承継税制の要件を満たさない形になりますいわゆる特定資産の割合が100分の70以上になった場合ですね基本的に猶予が確定してしまうと。でこの資産保有型会社というの要件については基本的に 証券、えー、をした需要証券会社がですね、ずっと資産保有型会社に該当してはいけないという形になるんですね。相続まで、次の贈与までという話ではなくて、えー、基本的には会社は継続して資産保有型会社に該当してはいけないという形になります。ではですね、その場合の注意点として、えー、条文のところ。えー 二項八号のところをピックアップしていますが、え一行目ですね。資産状況を確認する機関として、政令で定める期間内の。いずれかの日において、その下の行。え特定資産の割合が百分の七十以上にとなる会社をいうと。いうふうに記載しています。では、この政令で定める期間内というのはいつかというと。贈与の日の属する直前事業年度。 開始の日日から猶予確定日までという形になるんですねなので贈与の日からではなくて贈与の日の属する直前事業年度開始の日から猶予確定まですなわちその期間ずっと100分の70以上特定資産の割合が100分の70以上になってはいけないという話になります。であの今回のテキストで 記載例で,ですねえつけていますのが第一種特例贈与認定中小企業者にかかる認定申請書こちらを載せています。様式第7の3というものになりますがこちらの中でですねいわゆる「証型会社が資産保有型会社に該当しない」ということを示す記載の部分があります。いわゆる 資産の特定資産の割合が100分の70以上ではないということを示さなくてはいけないんですね。で基本的にそこの様式7の3に載せていく金額については対象事業年度の直前期末の金額を基本的には記載していきます直前期末の貸借対象表の帳簿価格を記載しますと。なのでえー この確認申請書上では直前期末の金額しか記載しないのでその時点で100分の70以上となってなければいいというふうに勘違いしてしまう可能性もあるんですが先ほどの確認した条文上措置法7十の72項8号ではですね政令で定める期間内のいずれかの日において 百分の七十以上となる会社が資産保有型会社等に該当してしまうという形になってしまいますので、条文上ではその期間内の一日でも百分の七十以上となってはいけないということなんですね。あのこの確認申請書様式七の三では直前期末の金額を記載しますが、条文上ではいずれかの日において百分の七十以上となる会社が は冬型会社であるとなので認定支援機関の役割としてこの部分も会社にですね説明しておく必要はあると思います。例えば親族会従業員が5人未満の場合については100分の70以上要件はいつも気にしなくてはいけないと。で条文上ではいずれかの日においてすなわち1日でも超えたらいけないんだと。 一応、その子の説明をしっかり取得というのは必要になると思います。で、もちろん、まあ、この部分はですね。1日でも超えてはいけないというのは非常に要件として厳しいので、今後改正になっていく可能性はあると思います。ただ今、現行の法律の中では1日でも超えてはいけないという部分をしっかり認定支援機関としても把握をして説明をしなくてはいけないという形になると。 まあ、例えばですね、えー、補助金が入る、借入金が入る、借入金でそのお金で,です、ね、工場を買うというタイミングがあったとしますと、そのお金も特定資産に含まれるので、そういう部分も要注意ですということを、まあ、お伝えになるという形です、はい。ではですね、ここまでで認定支援機関の役割ということで、ご説明をしました。 しっかり説明責任を果たすというのが認定支援機関の役割になると思いますのでこちらのテキストの内容を踏まえてしっかりご説明できるようにしてください。ではは研修は以上になります